昨日と今日の違いは何でしょう。センサー一つでってことはないかもしれませんけれど、昨日と今日で大きく変わるものなんですね。センサーの体制全部変わりますので、ね、あ、そうなんですね。はい、変わったりもしますね。はい、意外にそのセンサーだけっていうのが大きかったり、はい、こちらもピーコ、そして赤色ことでスリーなんでしょうか。はい、あ、ここでゴールです。1分13秒427です。これも自動で追加の探索に入りますね。ちなみに萩原さんは日照状況によって数値が変わる場合も対策を考えて挑んだということなんですけれど、日照状況によってというのは屋外での走行を考えているのではなくて、あらゆる屋内で の天気の状況だったり、天気の値を考えるということもできるんですね。結構会場の照明の具合とかで、あの壁の光の反射の具合が変わったりする、それを考慮したいということですね。はい、ゴールです。37秒117です。おめでとうございます。さあ、また自分でスタート地点まで戻ってくるようです。2回目はまっすぐ帰ってくるんでしょうか。また別の道をあったりするんでしょうかね。最短経路は見つけて、ピクチャーインピクチャーの小画面なんですが、タイム、左上の数字が出生順で、戻ってまいりました。で、マシン名でタイム、左下が何回目の出走かで、右側に出てる数字が、今何位かですね。なので今暫定4位、暫定4位ってことですね。今ね、3回目の走行暫定4位で、出走番号5番ってことですね。残り時間2分20秒ございますので、ぜひゆっくり調整をされてください。4回目の走行です。あっと、今ちょっと当たってしまって、このまま味方が叶い切れない。今ちょっとアウト側にはらんで、アウト側の壁ドンしてしまいましたね。あと 0.7 ぐらい直進を進まないと曲がりきれなそうですね。はい、スタート。さあどうだ。あ、なんかこの辺、あ、ちょっと、そこです。ちょっと90度が怪しくなってきているか。ああ、ここでつまずいてしまいました。だいぶ距離を伸ばしたのです
明星大学山崎研究室萩原隼人さんでした。ありがとうございました。スピードが上がった分、距離がちゃんと測れてないような印象がありましたね。ちょっと手前少ない距離で曲がろうとしている感じが今ありましたね。予選での記録は24位でした。なんかこれものすごい明るいだと思ったら、これバックライトなんでしょうか。液晶のバックライトが漏れてる光かな。スタートです。東京工芸大学からくり工房、山崎彩乃さんのロボット山崎号です。これは完全オリジナルのマシンですかね。プロ工事大丈夫か。今ちょっと動きが変だったので、もしかするとあの辺迷路を間違えて覚えたかもしれないですね。あー、なんかちょっとこう引っかかってしまった。あの不思議な動きをしたときに、今2回目の走行です。間違えて迷路を覚えてなければいいんですが、いい音がするのでちょっとマイクを近づけたいと思います。やっぱりテンション上がると思うんですよね。結構聞こえなかった。あ、どう？あ、出た。あの、褒めると事故る法則が乗せるときはかなり安定した走行だったので、ぜひあの、すいません、ゆっくり慌てずに調整をしてください。マリオカートで聞く音だな。さあ、3回目の投稿です。さあ、ここですね。ちゃんと、あ、今回はちゃんと行きましたね。さっきじゃなんかおかしかったんでしょうかね。センサーの反射の読み間違いかなんかがあったのかな。あれ、今もなんか奥まで行けたのにちょっと手前で帰ってきてしまったので、もしかしたらあそこ迷路を間違えて覚えた可能性があります。一応ですね、マウスはあの中央がゴールだっていうのを知っているので、こっち東京工芸大学タイヤホイールが、東京工芸大のオリジナル最高です。1分12秒408です。おめでとうございます。マウスはですね、この広さの迷路の左下から出発してゴールが真ん中だっていうことだけは知っています。次が4回目の走行です。なので、真ん中に向かって真ん中に向かって走ろうとするわけです。よくあるその右手方左手方とかっていう感じではなく、真ん中がゴールなので真ん中に向かっていこうとするわけです。ちょっとスピード上がりましたね。先ほどよりぐんと速度を伸ばしてまいりました。さあ、コスコは、あ、行った。やっぱあの辺でちょっと間違えてメールを覚えているか。そうですね、探索走行で見ていた壁をなしで走ったことによって、すり抜けたことによって頭がちょっとこんがらがってしまったのでしょうか、混乱してしまったのでしょうか。次が5回目最後の走行です。最後の走行です。
あ、これはもう一回メモリ消したんですね。で、あ、今度は行きましたね。さっきあそこ壁だと思ったんですよね。あ、あ、まあちょっと挙動不審になって。こちらで5回目の走行すべて終了となりました。東京工芸大学からくり工房山崎彩人さんのロボット山崎号、記録はすいません1分12秒408でした。ありがとうございました。でそれではシスター7番です。はい、スタート。はい、スタートです。埼玉県立新座総合技術高等学校湯川萌音さんのロボット、かじりアッチです。あれ、こんなにコンパクトでしたっけ。さあ、これゴールできそうですかね。湯川さんのロボットは9月に初めて私お会いしてからずっと安定して、いい記録を保っている印象があります。はい、ゴールです。1分10秒714です。おめでとうございます。女子高生はスカートが危ないので男の子にゴールのマウスは取ってもらうようにしています。ですよね、あのお母さんと一緒ですよね、キャラクター。ただニコニコプーは私の先輩でもないんですよ。もうちょっと上なんですよね。なぜ知っているんだろうってずっと思ってました。まあ有名だと思いますけど、私より1世代上ですからね。はい、これで33秒953です。ニコニコプーは知っててもかじりアッチの名前は私も知らなかったです。びくっちゃいましたもん。あ、取り上げだけ、持ち上げなければ取り上げなければいいんですけども、取り上げやるといったやつスイッチオフはがいいです。マイクロマウス一度迷路に置いてからが、2回目の走行、2回目のチャレンジ開始というあの判断になります。一度迷路に置いて手を離してもう一度取り上げてしまうと、ここで2回目のチャレンジは終了という形になります。2回目の走行無事始まりました。失礼いたしました、3回目ですね。でもなんかセッティング変更のボタンを何でしょう、セッティング完了しないままコースに置いてしまったとか、そんな感じだったんでしょうかね。で走行モードに無事戻してまた走り始めた感じです。あ、そっかそっか、さっきあって言ったのは多分あれか、メモリーを消してしまったかなんかでもう一回走り直しになってしまったってことなんですかね。そうですね、ぜひ。今ですね、予選で、失礼な言い方をしますが、遅い順で決勝大会進んでいるんですけれど、今の暫定1位がですね、予選で29位、この決勝戦ではギリギリ入った方が
暫定1位につけているんですね。はい、ゴールです。1分10秒676です。なかなか番狂わせで言うのかどうか分かりませんが、予選と決勝ではまた違った結果になるんだなというのが面白いなと思いますね。やはり4分の1のサイズとフルサイズというのはだいぶ違いがあるんですね。いいファイトですね。違う経路を取ったことによって5回目の瞬間がどうなっていくのか、かなり大差ですね。なるほど、そうですね、手前行きましたね。モテちゃん思い切りがいいですよね。あえてもう分かっている経路で行くのではなく、あえて違う経路を探してみようと。はい、これです。1分4秒359です。そうですね、今日夜はマーシュパーティーなどもありますが、技術交流もせっかくこれだけの人間が集まっているのでたくさんしていただきたいと思います。そうですね、先ほどと結局やっぱり奥が近い。ここで止まってしまいました。2回目の記録33秒953が最速記録となりました。埼玉県立新田総合技術高等学校、湯川萌音さんでした。ありがとうございました。それでは出走8番です。お願いいたします。結構返してください。はい、スタートです。出走8番金沢高専ハンズ音部吉澤里奈さんのロボットパトリシアです。はい、このマシン、あのコーナリングが早いのが分かりますかね。これスラローム走行ですね。で今は 16歳初めてのマウススラローム探索。次が2回目の速攻です。先ほど の新地旋回とかと比べるとやっぱりこのスラロームでカーブを曲がるとかなりタイムが短縮できそうだなっていうのはもう感覚的に見て分かってもらえるかと思います。今年はかなりフレッシュクラスに参戦しておりまして、皆さんあれ、一番奥で必ず止まるということはこれもしかするとこの16マス ×16 マスにプログラムが対応できてない可能性がちょっと出てきましたかね。この一辺の長さが倍になっている迷路に対応できてないのかもしれない。さあどうか、また違う経路を取るといったやり方はできないのでしょうか。ここでやはりぶつかってしまいました。マスに対応してないわけではなくて、ちょっと何マス進んだかがずれてる感じっぽいですね。今ちょっと手前を曲がろうとしましたね。
パッケージが入れられますか。今ちょっと壁補正っていう言葉が聞こえてきたんですけど、あの自分のタイヤのモーターの回転で何マス進んだっていうのと同時に、あの壁の切れ目を見ると何マス進んで実際その何マス目の角にちゃんと来てるかっていう、そのマッチングの補正ができるはずだよねっていう。結構スラローム走行ができていたのでアタックできればタイムが期待できるなと思ったんですが、やはり難しいですかね。この提灯暗光的に上から光が漏れているのはちょっとさっきも見覚えがあるマシンでしょうか。予選の時もデブリです。デブリって宇宙のゴミとかのことで小さいやつ、なかなかかわいそうな名付けだと思うんですけれど、なるほどなるほど、予想上で一人当たった。出世から話していけば私がどんなに褒めても大丈夫。そうですね、はい、ゴールです。53秒270です。おめでとうございます。本日探索走行の記録では今のところ一番速い記録ですね。あ、これ重ね探索してますかね。今度こう手前側の迷路を見に来るんじゃないでしょうか。さあこれで手前と奥両方迷路を見た上でどのルートを選んでくるかっていうのはやはりちょっと気になるところです。今までは結構奥のルートを選ぶマシンが多かったですが、このマシンはどっちを選んでくるでしょう。はい、お帰りなさい。さあ次が2回目の走行です。あらかた迷路を見終わってどっちのルートを選ぶか、スピードがあるかな。とかな、ちょっと正解がちょっと、はい、スタートーンがなるんですね。ここで止まってしまいました。ちょっと直進安定性が3回目の走行です。あの左右で2つのモーターを使って直進させているで、その左右2つのモーターがちょっぴったりこう息が合ってないとですね、あの右と左でこうタイミングが来るとか出力が来るとかするとまっすぐ走れなかったりとかっていうのもあるのかなっていうところですね。もしくはそのセンサーからのフィードバックなのかどうか難しいところですね。あ、でも安定してきたかな。あれ、あ、再探索か。迷路情報が届きました。はい、再探索みたいですね。ちょっとこの、はい、手前ルート送るとどっちを選ぶかちょっと見たかったので、今年神戸大1年目で初めてのマウスということなんですけれど、なんか検索していてイメージ
ージと違ったなって思うことってありましたか？こんなことするんだとか。おお。結構です。51秒952です。あ、重ねた。速度を上げただけ、1回目の探索の結果よりも早くゴールしています。重ね探索をしないモードにしたのは多分あれですか、時間との関係でしょうか。あと2回、残り時間2分45秒です。で、奥だけでアタックに入るっていう作戦でしょうかね。どうか、またちょっと直進性が怪しくなってきてるか、どうか、いけてるか。あ、大丈夫そうですね。ここかなり安定して見えます。あ、ゴールできそうだ。はい、ゴールです。28秒222です。おめでとうございます。暫定2位ですね。あ、暫定2位につけました。再び小画面の説明です。上が、左上が出走番号、左下が何回目の走りか、右側にあるちっちゃな数字が暫定何位かっていう数字です。あ、でっかいのが今走ってるタイムです。あ、今度手前来たかな。あ、これ迷路消してなくて、いろんなことをしないといけないんですね。これ、走行パラメーターも上が、あれ？大会で結果を残すにあったところ。帰ってきた。ゴールを前にして戻ってしまいましたね。あ、ここでストップです。なんかおそらく一番最初の迷路消したわけではなく、保存しておいて3層目4層目はそれとは別にもう1回走って、5層目でさっきの迷路使ってもう1回走ってみろよって言ったら、じゃあ手前使って走るって言って、でもちゃんと覚えてなかったみたいな、そんな感じなんですかね。はい、スタートです。金沢高専半存部八地優也さんのロボットイレギュラーです。はい、これもスラローム走行の滑らかな軌道です。あっと、当たった。はい、はい、大丈夫ですか。バッテリー的なものがポロッと取れたように。見えました。入ったか。食療法やってこれ出走前にあれですね、壁ドンしてちゃんと90度まっすぐ前向いてるかをチェックしてましたね今ね。あっと、おっと、買ってしまいますね。落としてしまったのかどこかに響いていないというのですが、次が3回目の走行です。予選では20位につけているロボットです。あ、この辺からちょっと動きが怪しくなってくるが、あーっと、なんかちょっとおかしいでもなんか移動距離の測定がちょっとずれてる感じがちょっとしますね。一番奥の角に行った時に結構手前で止まったような感じがするので、もしかすると今回は行ったぞ。やった反面に。何でしょう。最後まで行って。そっちじゃないぞ。で、多分
ここまで行き左手方だと すごくゴールまで大回りになってしまう。もどかしい。ただ、さっきの折り返しを戻ってこれればおそらくゴールできたんだと思うんですよね。ですね。最後の走行、もう一回走行距離を伸ばして伸ばせばゴールまでたどり着けるかもしれない。お、もどかしい。ゴール近くまで行ったのに。金沢高専ハンド部、八千優也さんでした。ありがとうございました。続きまして出走11番です。お願いいたします。公開してください。はい、スタート。はい、スタートです。明星大学山崎研究室、川村道里さんのロボットピコです。ピコはそのまま製品名な気がします。あ、まあ、でもやっぱパラメーターは書いてあるのが結構キビキビと動いている感じがしますね。ロボットの PR いいですね。素材そのままの自然な形って書いてあります。ピコシリーズ。さあ、ゴールいけそうでしょうかね、これは。はい、今2回目の走行スタートがしました。はい、ゴールです。58秒434です。これはこのまま重ね探索に行くパターンでしょうか。あ、行きましたね。で、そうすると今手前側で行ったので奥側を見てこようかと。奥側どうなってんのよと。アルゴリズムで唯一足立港だけが未だになんて説明したらいいのかわからないというか。そうですね、なかなか一言で説明しづらいというのがあると思うんですが、ヨーロッパに行くとまだ見たことない壁はないと確認した上で一番最短の経路を走ることができる。どんな迷路でも比較的足立港だと得意不得意というのがないのかなという印象はありますね。はい、スタート。スタートです。まあ、私の名前の由来が、私たちの考えられた私の名前なんですけど、中学生の方が考えられる、中学生の方が考えられる、もう通常の理由がないというところなんですけど、毎週末やっぱりこれ、多くのルート行くんですね。30年前に来た理由はあるかな。毎年コメント言うと、当時中学生が世界大会の2大会大会でまたさらに重ねるんでしょうか。そうですね、アルゴリズムって作れるんですね。アルゴリズムは誰かが考え出したことか。マイコマースが走るのにコマーあるのもあるので、まあ、そういう意味ではマイコマースを作らなきゃいけないので、全てあるのにもあるので、なるほど。4回目の走行スタートいたしました。2回目ゴールをいたしました。記録は33秒450でした。そして4位につけました。さあ、ここからあと3回の走行でどこまで記録を縮められるのでしょうか。今回の迷路だと左手方だとちょっと不利。まずそこに、ね、大不利、はい、大志望一周回らないと思ったらそれもいけない。だいたい大会の迷路ってちょっとやらしくて、
はい、ゴールです。31秒667です。暫定4位でしょうね。また重ねに、まあ、重ねかすかに行っているわけではなく、あ、そうなんですね。次が4回目の走行です。確実に記録を進めてきております。ちなみに走り終わった後に自分で帰ってこなくても良い気もするんですが、どうなんでしょうね。タイム的には人間が拾いに行った方が早いような気がするんですが、どういった勉強なんですか。おっと、ぶつかってしまいました。はい、MC が話しかけると事故る法則が発動しましたね。次が5回目、最後の走行です。明星大学マクロマウス授業であったりするんですね。今年初めてマイクロマンを作りました。明星大学山崎研究室川村美里様ロボットと暫定4位につけました。おめでとうございます。ちょっと明日の設営の話でちょっと続きを外してました。お願いします。継続公開してください。はい、スタート。はい、スタートです。出走番号12番金沢高専発音部東中健人さんのロボット龍です。予選での結果は暫定、予選での結果は18位。この金沢高専のこのマシンはこのタイプのマシン何台か出てきているんですが、まあまだ完走できていない。そこで何人かの発音部の皆さんおりましたが、東中さんが発音部の中では予選では一番いい成績を収めていらっしゃいます。ここまで来ても動きは全然合う。そうですね、しっかり左手方で走り切っております。なのでまた探索やり直しになるかどうか。かなり長く走っておりました。次が2回目の走行です。2分以上ですね、走り続けておりました。かなり安定した走行ができるロボットです。Thank you.
で上がってきたところ、うん、それであのこのマウス非常に安定しているんですけども、やはり2台分を使って長い距離を走ってしまうとなかなか感動できないというところです。探索はこれも全てやり直しになっているんですね。